い、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃ世界のコース行ってみよう。はい、それじゃあ今回はゼルダオートデクツリー。デクの木や、デクの木、デクの木って時のオカリナ、謎解きギミック系。おー、びっくりした何事かと思った。コキリの森ってことかな。あ、向こう側行ける。抜けてきたわ。うやめてください。あ、待って、あ、このこっちから行ける。よいしょ。へい、取れんかった。ちょっと待って待って待って。お、はい、ください。オッケー。え、ちょっと待って、どういうことやねん。お、何かしら天使がお迎えに。痛ーいでも絶対この上なんかあるやろ。あ、なるほど、そっかそっかそっか。別にあっこいかん。なに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 、めっちゃ不気味な声が聞こえてよ。あれは別に誰かの声とかいうわけではない。待って、来ないで、ゲッソー。何？なんかゲッソーを解放してしまった私。イエーイ！ちょっと待って。難易度を上げてし、いやー難易度を上げてしまったんじゃないかしら、私。来んなよ、おい。無理ー。ジュ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 イ。あ、キャーせっかくゲスをポリッとやったのに。ファイヤーとかに変われよ。変われよ。いやー。そしてゲスがこちらへ、こちらへ向かっている。あ、この切り替えをして、あ、待って、なんかここ。はい、ポリッ。捕まったあのゲッソーこっちなんかあるんかな。どこですか、ここは。なんかわからんけど10コインゲットした。ここは？なるほど、ワンナップ以上。はい、そしてそんなに高い場所じゃなかったんやね痛い。でもこの下に行けるようになった。うわ、危ねえ。ちょっと待って、中間。はい。あ、これもう一回、あそこで切り替えれるんやね。なるほど。はい、オフ設置。きなこー！ありがとやー。ちょっと待って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 。よっ。お。これで、はい、そこ行ける。違う違う、はい。怖いんですけど。はこれは、あ、待って、これあれじゃね。は、痛い。は、あれ、は、あれほシャキ。はい、はい、これで通れる。あんなところに P スイッチがあるけど、この P スイッチなんか押す必要あるんかな。別になくね。は、は、ちょ、あの、なるほど。下からはいけないということだ。ちょ、あの、行かせてください。は、これで上を通っていくしかないってことですね。いやーとや、うはなんてこったい。早く。はあ、ちょっと待って。ちょっと待って。最悪かよ。はい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 。え？なんて？はい。踏んだ。そし
して。はい。逆にちょっとナイスなタイミングではあったけれども。来ないで。よっしゃー。いい感じー。この上は何もない。あ、ちょっと待って。はい。よし、いいぞ、いいぞ。やだー。そこに、ああなるほど、ちょっと待って、え、そのままでいいんかな、あ、いいんか、石が、そして特に何、マジかー、あ、キノコ大事、よいしょよいしょよいしょ、はっ、でここ切り替え。はっ、よいしょ、でここに落ちていくと、うん、そういえば忘れとったけど、これってさ、あれだよね、ゼルダコースなんよね、あ、やったー、やっとこさ、やっとこさ、あれどうやっていくんやろ、わからん、アスパラ投げられるよ、めっちゃ、うーはいで、こっから出てきて、あ、なんか数字 ?3、1、2、え？数字よね？違う？キャーはい、でかくなった。はい。よっ。こ、怖いよ。はっ。はい。お。これ何？別に乗る必要は何もないな。あれ鍵がない。どうすればよろしいのかしら。あ、ああ順番があるんか。なるほど、そういうことか。312じゃなくて123。く、ちょ待って。むや！もうダメだ。もうすでにダメだ。そこでジャンプしてはいけない。ちょっと待って、ジャンプしてはいけないっていうか、小さくジャンプ。助けて。助けて。は、キャー。ほ、はい、1。は、はい、2。は、で、3。やったー、鍵ゲットー、はい。なんかの魔女の館みたいな。うぃー、ここはなんだ、急に。急に弾き出され、なに、ボス、ボス、ボス。痛ーい。ちょっと待って、あの、キノコ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 。はい。怖い。何が起きてるのかが全くわからね。何？鍵。やった。何や知らんけど、鍵ゲットした。イエーイ。あー、ゴール！この上なんかあるんじゃないの？見たかったんだけど。イエーイ。まあ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 、でもね、無事ゴールできたけんね。いいね。ゼルダの世界観っていうのを普通に忘れていた。はい、それじゃあ、Into the Volcano。ボルケーノ？どこの言葉やっけ？スペイン？わからん。なんかそっちの方。スタンダードギミック系。ゴー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 。はい、キノコ。オッケー。はっ、ほっ、いくぜいくぜ、よいしょ、はい、あ、うー、危ねえ、怖い
めっちゃ怖い。あぶり焼かれる。ふう。ちょ、君たち燃えるよ。はあ、危ない。怖い。よっ。危な。あそこで燃えて死んでくれればいいんだけどもな。ね。ね。ふぅ。中間が欲しいわ。まだまだ、ああ！まだまだ早いと思うけど。これキノコかな？取れんかった。よっ。あ、キノコ。炙りキノコに。美味しそうやないか。あ、ちょ、あ。はい。はい。はい。怖い怖い怖い。あ、そこに中間。はい、取ったわ。やったね。やっ。からの。はい、10コイン。そして、キノコ。よっ。狭い。ジャンプするスペースがない。文句を言っていく。ひたすら文句を言っていく。はほっ。おー、中間やったね。2個目。はい、そしてキノコね。ありがたや。お、ボスくっきゃー。なにもう怖い。あ、にゃー、迫りくる溶岩。チュ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 。え？はい、キノコ。行くぜ行くぜ。はっ。よし。ダッシュで右とか左に行ったら結構間に合う。間に合ってねえ。間に合ってねえぞ。あ、怖い。めっちゃ怖かった、今。ちょ、助けて。私をちゃんと乗せて。お、着いたー。お、これはもうゴールなんじゃなかろうか。イエイ。今の多分ね、スーパージャンプで行けた方がかっこよかったね。コースクリアー。いいね。最後決めたかったな。まあ、ゴールできれば何でも。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ふー、なんかすごいね、マリオなのに大冒険みたいな感じになってるけど。RPG かっていうね。